兄ちゃん本当にありがとうね。次家賃を滞納したら追い出すって大家さんから言われていてさ、お兄ちゃんが払ってくれなかったら美穂はホームレスになっていたかも。本当にいつもありがとうね。はあ、これ一体どういうことかしら美穂ちゃん。え、美穂ちゃんたらまた健太からお金を借りたの？これで一体何回目になるのかな。やっぱ美穂ったらうっかり彩香さんに LINE 送っちゃった。お兄ちゃんに送ったつもりだったのに。誤爆なんかしちゃって美穂ちゃん相変わらずのうっかり屋さんね。それじゃうっかりついでに全部洗いざらい教えてくれるかな。家賃を滞納してそのお金を全部健太に出してもらったの？なんでもないよ。美穂は滞納もしてないしお兄ちゃんにも頼ってないから。それじゃあね彩香さん、また今度ね。美穂ちゃんが話さないならあなたを問い詰めるまでよ。健太、あなたまた美穂ちゃんにお金を渡したそうね。しかも今回は滞納した家賃まで払ってあげたそうじゃない。え、なんでそれを彩香は知っているんだ。それは俺と美穂の秘密なのに。美穂ちゃんが LINE を送り間違えたのよ。あんたへのお礼を私に送ってきたので、そのまま説明もせずに沈黙。だから健太を問い詰めることにしたわ。私この間健太に約束させたよね。もう二度と我が家から美穂ちゃんに援助はしないって。なのにこれ一体どういうことなの？だって困っている妹を見捨てられないだろう。家賃を3ヶ月も滞納していて、次家賃が払えないなら追い出すって言われていたみたいでさ、そんなことしたら兄として助けてあげたくなるだろう。そもそもなんで家賃を滞納なんかしているのよ。ようやく仕事も決まったばかりじゃない。それがまた辞めたらしいんだよね。なんですって？今年に入っても5度目よ。また会社の人と揉めちゃったみたいなんだ。商品企画部に入りたかったのに総務部に配属されてさ、どんなに頼んでも配置を変えてもらえなかったらしいんだ。入社早々人気の部署に入れるわけないでしょ。ましてや美穂ちゃんはついこの間までほぼニート、最長で2ヶ月しか仕事が続いたことないのよ。美穂だって長く続けたいんだよ。でもいつも会社の人と揉めちゃうんだから仕方がないだろ。揉めるようなことを美穂ちゃんがしているんでしょ。気に入らない仕事はサボるし無断欠勤も多いし、それでクビになって家賃も払えなくなって、どうしてその面倒をうちが見ないといけないのよ。美穂はちょっと人より繊細なだけなんだ。せめて俺たち家族は分かってあげないと。そうやっていつも美穂ちゃんをかばって甘やかして。だったら美穂ちゃんに払ったお金は自分のお小遣いから出してよね。え、通帳の履歴を確認したらあなたに勝手に引き出されていたわ。可愛い妹にいい格好をしたいなら自分一人でやりなさい。引き出した分のお金は絶対に返してもらうからね。あやかさん、やっほー。事後報告になるんだけど、さっきお家にお邪魔させてもらったから。なんですって？合鍵は美穂ちゃんから回収したはずなのに、なんで勝手に我が家に入れるのよ。お兄ちゃんが鍵を貸してくれたの。なんですって？でね、冷蔵庫にあった高そうな牛肉もらっていくね。今日私の彼氏の誕生日なんだけど、ごちそう買うお金がないから助かった。嘘でしょ？勝手に家に入って勝手に食材を持っていくなんて、こんなのただの犯罪じゃない。犯罪とかってそんなこと言わないでよ。家族なんだし、これぐらいいいじゃん。ちゃんとこうやって報告しているんだしさ。やらかした後の事後報告には何の意味もないけどね。それじゃあ美味しくいただくね。 あと中にあったケーキももらっていくから。もう限界よ。あなたのせいで全部が台無し。娘の誕生日用のお肉もケーキも奪われちゃったじゃない。一体何があったんだ？泥棒が我が家に入ったのか？ええ、美穂ちゃんっていう名前の子孫だろうがね。なんだって？健太が家の鍵を渡したらしいわね。それで私たちがいない間に勝手に侵入、冷蔵庫から勝手にお肉もケーキも奪っていったのよ。俺が仕事帰りに買い直してくるよ。牛肉はすき焼き用のだよね。ケーキは、ゆいはショートケーキが好きだったよね。ゆいは今チョコケーキにハマっているのよ。しかもお店にキャラクターデコレーションを頼んだ特注ケーキ。そんなのが仕事帰りに用意できるわけないでしょ。
ゆいは今日のケーキをすっごく楽しみにしていたのよ。じゃあそれはまた今度にしよう。今日は豪華なすき焼きで、来週また誕生日パーティーをやろう。ゆいだってたくさんパーティーをやれた方が嬉しいだろ。そういう問題じゃないでしょ。もう我慢の限界。このままなーなーにするつもりなら離婚するからね。なんだって。もういい加減分かったよ。ケンタがミホちゃんにしているのはただ甘やかしているだけじゃない。周りにどんどん被害を出しているの。その結果あんたはミホちゃん自身の人生をダメにしているのよ。え、多少のシスコン程度なら私も目をつぶるわ。私にだって可愛い妹がいるし、妹に頼られたら何とかしてあげたい気持ちは分かる。でもね、あんたたち兄弟はどう超えているのよ。目の前の家族を踏み台にしてまで甘やかすなんて異常だわ。踏み台なんてそんな。踏み台にしているじゃない。あんたは実の娘の誕生日を犠牲にして美穂ちゃんを優先したのよ。可愛い妹のためなら娘なんてどうでもいいんでしょ。そんなわけないだろ。だから俺が急いでお肉も買ってくるしケーキも注文してくる。でもちょっとぐらい我慢してくれたっていいじゃないか。ちょっとぐらいね。じゃあもし娘のゆいが成長して大人になって結婚したのに旦那さんに苦労させられていたらどう思う？あんたはちょっとぐらい我慢しろってゆいに言えるの？え？旦那さんが妹が可愛くてついって家のお金を勝手に使い込んで自立もできない親戚の面倒をゆいも一緒に見ることになって、でも自分の誕生日すら旦那さんには祝ってもらえない。それでもあんたは娘に我慢しろって言うつもり？それは何でも言うことを聞いてあげることだけが愛情じゃないと思う。でもそれが理解できないならもう私たちは終わりよ。待ってくれ、離婚なんて嫌だ。何もそこまですることないじゃないか。私は何度も嫌だって言ってきたわ。もう二度と美穂ちゃんに援助したくないってね。そんなあんたの嫌だをなんで私が聞いてあげないといけないの？私は娘が美穂ちゃんみたいになってほしくない。そして私みたいな思いもさせたくない。ケンタ、これが最後のチャンスよ。あなたが一番大事にしなきゃいけないものが何かよく考えなさい。ねえねえ聞いたよ、今度家族旅行でネズミランドに行くんだって。うん、美穂ちゃんのせいで娘の誕生日が散々だったからね。やり直しも兼ねて家族旅行に出かけてくるの。え、そうなの？じゃあ責任取って私も一緒に行ってあげるよ。は？私が一緒に行って家族旅行を盛り上げてあげる。それに私はネズミランドに行ったかったんだよね。それ本気で言ってる？いい限りどうにかなりそうだわ。いやあ、彩子さんたら怖い。こういう旅行は大勢の方が絶対に楽しいよ。だから私もついて行ってもいいよね。それもそうね。ゆいもまだ小さいし、急にトイレに行きたがるかも。その時に人気アトラクションに並んでもらうこともできるよね。それぐらい全然任せて。じゃあ私もネズミランド旅行に参加ってことでいいよね。家族だから家族旅行もついて行っていいよね。ちょうど無職で暇だったのよ。いいけど他人は自腹ね。は？家族旅行についてきてもいいけど、私にとって家族は夫と娘だけ。新幹線費用も入場料も全額自腹でお願いね。なんでそんなケチくさいこと言うのよ。家族なんだからそれぐらい出してくれてもいいじゃない。こっちは無職でお金はないのよ。だったら自分の家でおとなしくお留守番でもしていたら。なんと言われようと美穂ちゃんの旅行費用は出さないからね。もう彩子さんたら頑固者なんだから。でも別にいいもんね。優しいお兄ちゃんにおねだりすればいいだけだもん。お兄ちゃんならきっと全額私の分も出してくれるんだから。悪いけど優しいお兄ちゃんはもういないよ。美穂、今後は二度とお前に援助しないからな。え？彩香が言った通り、自分の旅行費用は自分で出してくれ。それができないなら諦めてくれ。お兄ちゃんなの？いや、そんなわけないよね。だって私のお兄ちゃんがそんなこと言うわけないもん。お兄ちゃんなら私の旅行費用くらい出してくれるもん。言っただろ、もう優しいお兄ちゃんはいないんだ。これからどんなにミフがお金に困っても俺はもう二度と助けないからな。どうしたのよお兄ちゃん、なんで急にそんなことを言うの？ようやく俺も気づいたんだ。可愛い妹のためなら甘やかすよりも前にまずは自立させるべきだって。なんですって？ミホは俺にとって本当に可愛い妹だよ。
年が離れているから余計に可愛く思えてさ。だからお前のわがままも頼み事も何でも聞いてきた。その結果俺は今までいくらお前に渡してきたと思う？え？可愛い妹なら俺にちゃんと感謝しているならわかるよな。多分40万円とかかな。この間の家賃で結構助けてもらったし。380万円だよ。え、そんなに？俺だってバカみたいにただ貸していただけじゃない。さすがに貸してきた金額ぐらいはメモっていたよ。でも美穂は何も覚えていないんだな。それはつまり助けてもらって当たり前で感謝も何もないってことだ。俺は何のためにお前を助けてきたんだろうな。違うの。さっきのは冗談で、ちゃんと覚えているから。ちゃんと返すつもりだったし、いくら借りたかぐらい覚えてるよ。ならよかったよ。じゃあ今度返済に関する誓約書にサインしてくれるか。誓約書ですって？甘やかし期間はもう終わり、今まで1円もお金は返されていないけど、そろそろ返済してもらいたいんだ。ちょっと待ってよ。もちろん借りたお金はちゃんと返すつもりだよ。なのに誓約書なんて。家族にそんなもの必要ないじゃない。お兄ちゃん、私のことが信用できないの？信用しているからこそサインしてもらうんだ。俺の可愛い妹が返済をせずに逃げるわけがない。そう信じているから無茶な返済条件なんか書かないよ。いや、そういうことじゃなくて、とりあえず返済は年50万からにしようか。それぐらい俺の可愛い妹ならできるよな。ね、年50万円も？どうだ？これぐらいなら旅行に行く余裕あるよな。自分の分だけでいいんだが、出せそうか？早めに返済したいから旅行やっぱりやめようかな。そういえばそろそろ新しい仕事も始まるから忙しいし。新しい仕事が見つかったのか。俺の妹ならきっと次こそいい会社だよ。返済のためにも頑張れよ。ようやくまともな夫に戻ってくれて私は嬉しいわ。美穂ちゃんもおとなしく誓約書にサインをしてくれてありがとね。まさかケンだったらあの後すぐに誓約書を作り出すなんて。おかげで今日からの2泊3日の家族旅行は安心して楽しめそう。最悪、私もネズミランドに行きたかったのに。美穂ちゃんとはまた今度行こうね。我が家が貸していたお金を全額返済してからの話だけど。分かっているわよ。お金なんて返せばいいんでしょ。返せばすぐに全額あんたに払ってやるわよ。ほら、返済できるわてでもあるの？お金がないなら作ればいいのよ。こうなったらあんたの私物を売ってお金を作るわ。なんですって？超ラッキーなことに兄夫婦は今日から3日間家にいないし、そして私の手元にはお兄ちゃんの鍵で作った合鍵が。これから3日間ゆっくり軽めなものを換金していくわ。なんてことをしようとしているの？借りたお金を返そうとしているんじゃない？あーら、さっさかやこさんの部屋から金庫を発見。この中に絶対に金目なものがあるはずだわ。しかももう家の中に入っているの？それも金庫って、それだけは絶対にダメ。お願いだから触らないで。あら、この金庫なんだか無理やり壊せそうね。さーて、一体何が出てくるのかしら。そこまで焦っているなんて、もしかして本物の宝石とか？彩子さんって意外とそういうのを持っているのね。お願いだからやめて、美穂ちゃん。はい、金庫なんてバールでコッパみじん。嘘でしょ、まさか壊しちゃったの？意外と簡単に開いちゃうのねって。え、なにこれ、金目のものなんて何も入ってないじゃない。よくわかんない折り紙とかしか入ってないし。よくもやってくれたな、このバカ妹が。お前もう一生許さないぞ。お前なんてもう俺の妹でも家族でもない。帰ったらすぐに警察に突き出すから覚悟しておけ、このコソ泥女が。まさかお兄ちゃん？もう二度と俺のことをお兄ちゃんと呼ぶな、このコソ泥女。俺にはもう妹はいない。お前なんてコソ泥のクソブスのアバズレ女だ。わー、なんなのよ。なんでお兄ちゃんが私にそんなひどいこと言うの？私はお兄ちゃんから借りたお金を返そうとしただけだよ。こんな竹千代美の金庫が壊れたって別にいいじゃない。ふざけんな。お前が壊したその金庫な、彩香のじゃなくて娘のゆいの金庫だ。ゆいが大事にしていたおもちゃの金庫だぞ。これおもちゃなの？この間の誕生日プレゼントであげたんだよ。ゆいが
私だけの金貨が欲しいの。そこに宝物を入れたいの。って友達と折った折り紙に保育園でもらった金メダル、ゆいが大事にしているものが全部詰まっていたんだぞ。ごめんお兄ちゃん、私てっきりあやかさんのものだと思ったの。まさかゆいちゃんのものだと思わなくてさ。だから二度と俺をお兄ちゃんと呼ぶなと言っただろ。お前にそう呼ばれると虫ずが走る。虫ずってそんな。金庫のおもちゃなら私がすぐに弁償するよ。どこの店で売ってるの。そういう問題じゃないんだよ。もう隣でゆいが泣いてる。それが問題なんだ。一体どうしてくれるんだ。その俺に迷惑をかけるだけならまだいい。俺はお前の実の兄だし、お前を甘やかしてきた責任があるからな。だがゆいを傷つけることだけは許さないぞ。今警察に通報した。到着するまでそこを動くな。警察、ちょっと待ってよ。冗談だよね。まさかお兄ちゃんが私を警察に突き出したりしないよね。お前は何度同じことを言えば理解できるんだ。二度と俺をお兄ちゃんと呼ぶなって言ったはずだ。お前は子供もわからなければ法律もわからないらしいな。自分が何をしでかしたのか一度警察の人にしっかりと教えてもらってこい。そんな待ってよ。旅行から帰ってきたら覚悟しておけ。家族だからって容赦はしないからな。娘を泣かせた罪は何よりも重いってことを思い知らせてやる。美穂ちゃんはその場で連行されたそうです。そして旅行後すぐに私たちも被害届を出すことに。警察の方々はご家庭内でのことですからあまり大事にしない方がと言ってくれましたが、ケンタはもう家族じゃありませんのでという毅然とした態度。いろいろと察したのか、あっという間に美穂ちゃんは逮捕となりました。さすがに初犯で実刑はつきづらいそうですが、美穂ちゃんの方からお兄ちゃんに嫌われたら生きていけない、外に出たら借金を返さなきゃいけないし、私を刑務所に入れてと警察官相手にダダをこねまくっているそうです。ちなみに娘はネズミランドに到着するとすぐに泣き止み、家族旅行を楽しんでくれました。帰ったら新しい金庫を買って美味しいすき焼きと特注のケーキも食べようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。